アラゴン王国、アラゴン王国、アラゴン王国、アラゴン語、カタルーニャ語、スペイン語、例のデアリガンは、中世後期のイベリア半島北東部、現在のスペインのアラゴン州に存在した王国。アラゴン王国は、ナバーラ王、イベリア王とも自称した、サンチョ三世、在位、1004年から1035年による諸子ラミロ一世への領土分割に橋を発する。サンチョ三世は、 大王と称される傑物で、イベリア半島北方のレオン王国のベルムード三世を、ガリシアへ配送させ、カスティーリ伯爵領、カスティーリ王国の前身を1029年、ヒマヨールに継がせるなど、イベリアのキリスト教世界に羽を唱えた人物である。三蝶大王は死に臨んで、息子たちに医療を分割した。当時、アラゴン川流域の茶化、 アラゴン語スペイン語墓を中心とするアラゴンの領域は諸子ラミロ一世に与えられ国王の称号も許されたアラゴン王国の成立である12世紀レコンキスタ再征服運動の進展とともにアラゴン王国はより広いエブロ川流域に進出し1118年にはアルフォンソ一世がサラゴサの町をイスラム教徒が脱回した以後サラゴサは アラゴン王国の都となっている。カタルーニャは、アラゴンとは別の起源を持つ地域で、801年に、カロリング王朝の累計剣王が、南フランスからピレネー山脈を越え、イベリア半島北西部のバルセロナをイスラム教徒から脱会したの始まりである。フランク王国のスペイン返京博領として成立し、住民は南フランスのセプティマニアから来たものが多かった。 このため今日でもこの地方の言語、カタルーニャ語は、スペインの立ちとは異なる。やがて、フランク王国の解体によって、政治的に自立し、現在のカタルーニャ州にあたる地域は、バルセロナ伯領、カタルーニャ君主国となった。アラゴン王家は、このバルセロナ伯家と通婚を重ね、1137年に、アラゴン王恨みろ2世の一人娘ペトロニーラ女王と、 バルセロナ・ハクラモンバ・ランゲー四世の結婚により、両家の連合が成立した。アラゴン、バルセロナともそれぞれ別のコルテス、議会を持ち、法制度の違いも残ったが、二人の愛の子アルフォンソ二世以降は、バルセロナ家の君主のもとに統合された。こうして、アラゴン連合王国と呼ばれる、同君連合が成立した。兄弟化したアラゴン連合王国はレコンキスタを加速化させ、 1229年には、ハイメ一世が、イスラム教徒が支配するバレアレス諸島を占領し、1238年には、バルセロナの南にあるイスラムのバレンシア王を征服した。これによって、イベリア半島におけるレコンキスタは一応集結し、アラゴン王国はバルセロナを拠点に、地中海へ発展していく。1282年シチリア島民が、 フランスアンジュ家の圧政に反して放棄したシチリアの蛮小事件が起こると、アラゴン王ペドロ三世がシチリア王として迎えられた。これ以後、アラゴン王家の分家が代々シチリアを支配することになる。また、サルデーニャ等の領有権をイタリアのジェノバ共和国と争ったこともある。アラゴン王家とは無関係であるが、東ローマ帝国に傭兵として雇われたアラゴンとカタルーニャの騎士たち、 アルモガバルスが反乱を起こし、1311年から1390年頃までアテネ公国を支配したともあった。アンジュー家はナポリオ王国でさらに100年近く続いたが、女王ジョバンナ2世の時代に後継問題がこじれて内紛が起こる。後継者のいないジョバンナ2世はフランスのアンジューコ・ウルネを後継名したり、 アラゴン王国のアルフォンソ五世に使命を変えたりと気の変わりやすい女王だった。このため、ナポリ王国の政治に巻き込まれたアルフォンソ五世は本国の政治をヒマリアに任せてナポリを征服し、1443年には両シチリアを押唱してイタリアの政治に深く関わることになる。アルフォンソ五世没後はその弟フアン二世が本国とシチリアなど、 旧来の領土を受け継いだが、ナポリの王位は、アルフォンソの諸子ドンフェランテ、フェルディナンド一世に与えられた。中世ヨーロッパでは、非政治が君主になることは珍しく、ローマ教皇は、ドンフェランテのナポリ王位を無効とした。これに乗じて、バロア城のフランス王シャルル八世が1494年、ナポリに侵攻し、ナポリ王位につくが、シャルルの即位は、関係諸国の反感を買った。 結局ナポリのフランス軍は、アラゴン王フェルナンド二世の軍勢によって追放され、ナポリは、アラゴン王家の領土となる。1469年、アラゴン王太子、フェルナンド、後のフェルナンド二世が、カスティーリャ王女、イサベル、後のイサベル一世と結婚し、1479年には、アラゴン王国とカスティーリャイコールレオン王国の同訓練が形成された。 いわゆるスペイン王国、マナーキア・エスポニョーラの成立である。ローマ教皇アレクサンデル六世は、この二人をカトリック領王と呼んだ。ただし、各地方は、それぞれ独自のコルテス、二分制議会や法制度を有し、自治制度が尊重された。この自治制度の温存がスペインを近代的、国民国家に変質させる最大の足かせともなった。1492年には、 イベリア半島に最後まで残ったイスラム王朝のグラナダ王国も征服され、同年にはクリストファー・コロンブスが新大陸を発見する。もっともアメリカ大陸への進出はもっぱら、カスティーリア人によって担われ、アラゴン人、カタルーニャ人はバルセロナを拠点に地中海で活躍することになる。しかし、カスティーリア王国との連合。 スペイン王国の成立はアラゴン王国の地位を低下させることとなった。両国の国力の差は歴然で、次第にカスティーラ王国を中心に統合され、さらにスペインの政策が地中海から新大陸へと移ったことで、地中海への影響力は弱体化し、16世紀以降、西地中海にまで影響力を拡大したオスマン帝国によって、地中海帝国の座を奪われていった。 その後、スペイン継承戦争を経て、スペインブルボン朝の支配が確立し、18世紀初めには、新国家基本法により、旧来の政治機構は解体されて、中央集権化が図られた。かつてのアラゴン連合王国としてのイタリアの領土は、ブルボン家の文化によって支配されることとなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。